皆さんこんにちは、かすみです。セバちゃんです。さて、私とセバちゃんの2人で不定期に主にルパールストラックレースについてあれこれ語るこのサスタマ TV ですが、なんとこの6月でチャンネル開設から1年が経ちました。イエーイ。ということで、まあ、非常に手前味噌で恐縮ですが、今日はサスタマ1周年記念ということで、ちょっとこのチャンネルについてとか、あとまあこの1年についてとか振り返ってみたいなと思います。はい、ってことで、まあ、やっぱり YouTube チャンネルなので、まずは動画についてっていうことで言うと、この1年間で投稿してきた動画っていうのが、まあ、約90本。おこれ結構すごくない？俺びっくりしたんだけど。すごい。365日で90本ってことはさ、まあ単純に考えて4日、ほぼ4日に1本動画アップしてきたってことでしょ。ね、それあのトリビアショーツも入れて。もちろん。いや、すごいと思います。すごいよね。ちなみにこの90本のうち、かすみ何本編集した？3本ぐらい。まあそんな感じの90本なんですが、一応その90本の中で、今のこの1年経った時点で人気のある動画トップ3っていうのをちょっとね、紹介しようかなと思っていきたいんですが、まず第1位、これも超ダントツで、このサスタマの中で再生されてる動画が現時点で約2万600回再生、されてる Have you ever smoked weed before? っていう動画。これ今この動画を見てる人で、その動画を見た人ってあんまいないんじゃないかなと思うんだけど、私は全くよくわからない。そう、これまあ何かっていうと、ドラッグレースのシーズン13のどっかのエピソードで、ワークルームでルポールとユーティカが、まあ、このウィード吸ったことあるかどうかっていう、ウィードってタイマーねっていうテーマで話をしている一部分を切り取って何回もリピートして1時間ループしましたっていう動画なんだけど、まあ、正直これ絶対作って公開したら海外のファンは喜んで再生するだろうなんて、面白がるだろうなとは思ってたんだよね。でもこんなに再生してもらえると思ってなくて、カスミンに至ってははみたいなこと言ってたよね。ちょっと何みたいな。そう、いや、なんか私の友達とかもね、あれ何って。いや、まあ別にそれでリアクションとしては正解なんだけど、いいねも1000件ぐらいついていて、うん、超嬉しいけど、日本からの再生は数パーセントみたいな感じなんだよねこれ。まあ2万再生って、だから別に YouTube 全体で一般的に言えば別にそんなミジンコみたいな、そう、ミジンコみたいなもんなんだけど、ミジンコです。まあ僕らはね、このサスタマの規模のチャンネルでこの再生数っていうのは、まあダントツで1位だという事実ですね。で、それに次ぐ第2位が5150回ぐらい今再生されている、すでに引退してしまったクイーンたちっていう、まあ、まとめ動画。意外、意外、意外だよね。なんでこれが再生されてるのか正直分かんないんだけど。不思議。なんかほら、すごいセマちゃん渾身のさ、ドラッグレースとはみたいな動画。いや、本当だよ。本当そう。あれすごいすごい大変だった動画とかあるのに差し置いて。いや本当にそう。だってだってそれで言うと1位のあのワンナワーループなんて本当にただコピペを繰り返しただけだからね。だからなんか編集頑張ったから再生されるっていうわけではないんだなっていう、まあ、こんなミジンコみたいな再生回数比べながらそんな分かったようなこと言うのも恥ずかしい話なんだけど、でもまあなんか強いて分析すれば、やっぱこうドラッグレースの番組だけを見てるとさ、その誰が引退してどうこうとかって絶対こう焦点が当たらない部分ではあるじゃん。クイーンのその後みたいな、言ってみればの部分っていうのは、まあ、何かにハマったのかなっていうふうに思っております。はい。そして第3位が2500、まあ、約30回再生。ガクンと減った。いや、まあでもそれで3位だからね、このチャンネル。Vlog クイーンたちを羽田空港でお出迎えっていう、はい、よかった1本入って、はい、作品、はい。まあ、これは本当にサスタマ始まって2、3本目ぐらいに投稿しためっちゃ最初の動画だよね。そう、なんかサスタマやるかどうかまだ全然話とかないけど、とりあえず撮っとこうみたいな感じで羽田空港でこう、そうそうそう、もっと言えばなんならこの動画をどっかしらに公開するための場を作るためにサスタマ作りましたぐらいの。あ、そうかも。あるよね、サスタマの始祖。何始祖、始、なんていうの、サスタマの始祖ね。はいはいはい、始祖。礎となった記念すべき動画かもしれない、うん、原点ね。
原点の割に出すのが遅いみたいな遅くないでしょ別に。えだってこれ3月とかでしょ、うん、もうちょっと早く。あそういう遅いね、チャンネルの中での遅さ速さじゃなくてね。まあ確かに、はい、はい、っていうのが、まあ、一応トップ3なんですけど、他になんか印象残ってる動画とかある？やっぱセバちゃんサプライズあ俺の誕生日のねあれすごい、私もなんかあれお気に入りすぎて、セバちゃんのニッキーがさっさまって言った時の瞬間の顔が面白すぎて何回もそこだけリピあのね俺も俺もあの動画が一番印象に残ってるかも。あれすごいさ、油断させといてからのそうさすたまなんかさ一番 YouTuber やってんなって感じの動画だよねサプライズとか言っちゃってさ。確かに、うん、私あれ編集すげえ大変だったあとは、うん、まあ動画そのものが印象にっていうわけではちょっとないけど、あの UK シーズン2のクイーンたちを紹介しますみたいな動画にベロニカがそうベロニカ・グリーン本人がコメントをくれたっていう、うん、そうコメントしてくれたの。そうあれはこうサスタマの1年間の歴史を語る上で欠かせないすごい出来事だよね。そうそうやってきてよかったっていう、本当に思った、うん、まさかクイーンからコメントをもらえるとはっていう。なおって、うん、見てない人はそのコメント見るためにぜひその動画に飛んでいってほしいぐらいなんだけど、まあ、あとはカスミンもさっきちょっと言ってたけど、ドラグレスとは何ぞやっていう動画は、うん、あれもかなりでも最初の方に出したよね。サスタも始めて1ヶ月とか2ヶ月とかの時に出した動画なんだけど、当時にしてはもうマジで編集超頑張った動画で、いろんなアニメーションとか駆使して、まあ、今だったらもうちょっと半分ぐらいの時間であれ作れる気がするけどその後セバちゃんパソコン買い替えたからね。あそう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 、うん、っていうね。意外とでもクイーンめっちゃこの番組出てるよね意外とそうね、無駄にキャメオとかデジタルディブパッケージとか、うん、そうそうそう注文したやつは載せてるからね。意外と出演してる、まあ、そうドラグコンの動画とかも。そうあそうだ、だから最近ので言うとそのドラグコン LA の丸2年経ちましたみたいな動画は作ってて楽しかったね。うん、おしゃれな感じで、うん、印象的でした。はい、はい、じゃあ次に、まあ、誰も興味ないかもしれないんだけど一応節目なのでサスタマをどういう方が見てくださってるのかっていうのをちょっとまとめてみたんですけど、まあ、まずそもそも今チャンネルを登録してくださってる方が今の時点でおよそ370人ぐらい。ありがとうございます。いやめっちゃありがとうございますいやこれさ、もうだから何回も言うけど YouTube 全体で見たら普通他の YouTube のチャンネルとかと比べたら小規模な、ゼロ何個足りないみたいないやそうそう本当に感じだけど、でももう冷静に考えてさ、俺らのこの喋ってるのをあ見ようっつって登録ボタン押してくれた方が370人いるって考えたらすごいことじゃない。本当にすごいことだし、私たち毎日ほら今日は何人今日は何人みたいな感じで、なんか気持ち的には本当一人一人を出席確認してるレベルで本当にそう、一人増えただけで俺らめっちゃ喜んでるから、ね、やったみたいな私たまにねやっぱ一人減っちゃう時とかがあると、あ、一家さんの話。前になんかでも5人ぐらい減ったみたいな時があって、そんなことあったっけ？え、おかしいって言ったら、ああそうそうそう、あの YouTube 側のね、そうバグだったっていう、割と最近でそれ。それでホッとしたみたいな。うん、そうで、まあ冷静に考えたら1年間やってきて登録者370人ってことは、まあ単純に考えてこの1年間毎日一人ずつ。うん、登録してくれる人が出てきたぐらいの計算なんだよね。それってすごくない？すごいと思う、うん、ありがたい話なんですが、うん、まあその人数だけじゃなくてもうちょっとね解析情報みたいなやつもチャンネルで見れるので、それ見ていくと、まあ、まずこのサスタマの動画を再生してくださってる方のうちの今言ったチャンネル登録者の割合っていうので言うと、サスタマチャンネル登録して動画を見てる方っていうのが 25.4%、うんで登録せずに見てくださってる方っていうのが 74.6% らしいんですよ。だこれが、まあ、ぶっちゃけ多いのか少ないのか全然よくわかんないんだけど、まあ、でも逆に言えばさ、チャンネル登録せずに動画を見てる方が今ポチッとチャンネル登録ボタンを押せばそれだけで登録者4倍になるってことだよね単純に計算してなので今これを登録せずに見てる方ぜひ登録ボタン押してください。僕俺らあんまりさ登録してねって動画の中で言わないように実はしてるんだけど、まあ
節目の回なので言わせてください。ご祝儀代わりに。ご祝儀代わりに。そして、次行くと男女比みたいなのも実は見れてですね、動画の視聴時間に対する男女比でいうと、男性が 35.1%、 女性が 65.0%、 なので、まあ、大体男女でくくると、1対2ぐらいの割合で女性が多いっていう感じなんだけど、これって結構意外だったの俺だけ。ドラムコンとか行くとさ、男女比半々ぐらいじゃない、いやドラコン行くと男性がやっぱり多いよ。そうだよね、まあこのドラッグっていうのを扱ってるチャンネルで男女っていう2つの分け方をで大雑把に語ってしまうのも不適切な気もするけど、まあでも YouTube はこの2つに分けてるからそれしか、うん、言いようがないから言ってるんだけど、うん、ワークザワールドの東京にカスミ行ったじゃん、うん、あれの男女比とかでどうだったの？めっちゃ女の子が多かった。あ、やっぱそうなんだ。だからそこ、いやそうだよね。なんかあの動画とか見てても女性が多いなっていうイメージあったから、そこなんか日本特有なのかな？かなと思って、うん、おもろいなというのが、まあ、サスタマの視聴者さんの男女比にも出てるっていうことと、次、年齢層も同じく視聴時間ベースで見ていくと、一番多いのは、25歳から34歳の層が、全体の 53.3%。だから半分以上を25から34歳の方が見てくださってるってことですね。で、次が18歳から24歳で 20.5% で、35歳から44歳が 18.7%、 45歳から54歳が 5.7% っていう風に毎回続いていく感じなんですが、まあこれそもそも YouTube っていうサービス、プラットフォームそのものを利用してる人たちの平均的な年齢層とかっていうデータが今手元にないので、まあ、サスタマのチャンネルとしてどうこうなのか、 YouTube ってそもそもそういうものなのか、まあ、さっきの男女比とかも何もかもそうなんだけどっていうのはちょっとよくわかんないけど、まあこの25歳から34歳が半分以上占めてるっていうのは単純に考えると、まあ、俺らと同年代の方たちが見てくれてるのかなっていう気がしない？アメージングな年代だからわかんないよ。それなんかカスミ今の言い方すると35以上みたいな言い方になる。やばいやばいやばい。そこは素直にああそうだねでいいでしょ。はい、ってまあ感じなんですが、はい、まあ1年もう1年かって感じだけどね。早かったし、ちょっとネガティブなことで言えば、あなんか1年本当に海外行けなかったんだなっていう、ドラッコもなかったなっていう感じですけど、でも今日この撮影してる時点でアメリカは結構もう進んでて、ニューヨークとカリフォルニアは確かマスクなしとか、もうコロナの接種、ワクチン接種が7割超えたから、あのアクタンも投稿してたんですけど、結構もうやっとこう次のステップに行ってるところもあるので、うん、おーっていう。そうだね、うん、まあ1年やってきたとはいえ俺ら2人ともお仕事もあるので一応仕事してるよね。うん、で時差もあるからね、なかなかこう撮れない時とかもあって、なんならここ最近ももう全然撮ってなくて、今この撮影してるの1ヶ月ぶりぐらいなんだけど実は。ただ投稿も1週間以上空いたりとかっていうのも最近も結構あるぐらい、まあ頻度としてはまちまちだけど、だけど、まあ、でも私たち2人はドラッグレースに関しての熱は全然冷めてなくて、そうなんです、毎日LINE でドラッグレースについて話してる。そうなんです、はい。だしまあなんか前もなんかの動画で言ったけどさ、やっぱ俺らはそのドラッグレースのフィナーレのね公開収録に参戦するまでは最低でもチャンネルやめる気はないので、公開収録に参戦したらこうマイクを置くかもしれないけど、はい、はい、まあだから、まあ、2年目もねサスタマをよろしくお願いします。お願いします。はいはい、ということで今回は私たちの YouTube チャンネルサスタマ TV の開設1周年を誰も祝ってくれないので自分たちで勝手にお祝いしてみました。はい、途中も何回も言った通り YouTube 全体というか YouTube 一般で見ればめちゃくちゃ小規模なサスタマ TV というチャンネルなんですが、まあ、僕ら2人ともとにかくすごく楽しくやってるし、いいねとかねコメントとかね一件つくたんびに毎回俺ら2人でめちゃくちゃ喜んでるので、今後も自分たちのペースで楽しみながらやっていきたいなと思っております。はい、ありがとうございます。はい、以上かすみとセバスチャンでした。バイバーイ。はい、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。